そう。多分無理かもしれない。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんと高知県 PR YouTuber の茶川なんです。と月下旬、今日もみんな推し火をつけちゃうぞ。本日は、久しぶりに高知県に来てて、茶川なんさんに高知県のお座敷遊びというものを教えていただこうと思うんですけども、はい、こちらは、ベクハイというお座敷遊びですね。ドドン。どういった遊びなんですか？ドドン大事なところに振るな。高知県で酒飲みの方たちにすごく好かれてる、まあ古き良きお遊び、お座敷遊びなんですけど、これがお酒を飲む器なんですよね。この天狗、それからこのひょっとこで、このおかめ、そしてもう一個このサイコロみたいなものを使うんですよ。おかめ、そしてひょっとこ、ほんで天狗、まさにこれと一緒のものが描かれておりまして、これコマみたいになってますので、こう回してもらって、もう倒れた先、つまり今回これで言うとジョニー。あ、ジョニー、あ、青い方向に向いた。そうです。あ、なるほど、なるほど。そうです。この突起物の先端を向いた方が、この表向いた、今回で言うとこのひょっとこですね、ひょっとこの器でお酒をグイッと飲んでもらうと。え、じゃあそしたらもうこれが一番やばいじゃないですか。そうなんです。これしかもめちゃめちゃ深いので、そう、鼻の部分にね結構入るんですよ、お酒が。飲み切るまでしかも器置けないし、このヨットがここに穴が開いてるので、指で押さえて、で飲んでしまって、ちょっとでも残ってると置いた時にこぼれちゃう。あ、なるほど、判定基準になると。そうですね。え、これこぼれちゃったらどうなの？こぼれたらもう一回ちょんぼでもう一回飲みます。で、何を飲むんですか今回は？今回はババン、滝嵐。行きましょう。行きましょう。ゆるいな。行きましょう。はい。回してる間に歌を歌ってもらうんですけど、はい、それがベロベロの神様は正直な神様よ、はい、ベッピンさんの方へとおもむきゃれ、それおもむきゃれ。このベッピンさんの方へとの部分だけ変えて大丈夫です。全然、名前のように、はい、おじで飲んだ人が全然もう言って、言いながら回してみたいな。落ち武者の方へおもむきゃれ。いやいや、どっちかわかんないから確かにどっちかわかんないでしょ。おかしいですよね、落ち武者ってどっちかわかんない状況って。なるほど、なるほど。はい、せーの。ベロベロの神様はよっしゃ、スケベが、え、めっちゃ巻き巻きつる。わー、すっごい、容赦ない。いただきます、スケベです。スケベ認定男が今、いやらしく口をつけ、そしてごくごく、おー、いきますね。うわー、ごちそうです。よいしょー。せーの。ベロベロの神様は、あ、よいしょ、正直な神様よ、それそれ、ベッピさんの方へと赴く。さっきと言ってること違うの？まあまあまあ、一番弱い。あ、結構強いね。こぼせこぼせこぼせ。なみなみ注いじゃった。いただきます。いただいてください。はい、高知の地酒、滝嵐です。まあ日本酒ですか。まあ日本酒ですか。お、いい飲みっぷり。おいしょ。おぉ、ビッグデー。あるんで、しゅんさんです。あー、飲め、落ちるさー。おー、うーわー、すぎました。ちょっとうまい、こぼれるかと思った今。うわ、おー、いるぐ、うわ、うわ、うわ、いや、いくねー、ごちそうさま。はい、はい、せーの、ベロベロベロ神様、しゃい、正直止まらなかったからね、仕方ない。そう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 、壊しちゃけよ、ほんまに。あ、突然。お、
おー、あ、いっちゃうんだよあなた、ほんとに。あー、いい、すぐね、あなた、いい、ちょうどいい、あなた。カメラ止まった後に謝罪しようかな、謝罪しよう。これちょっと、見て、姉さんからさすがに引きつってんから、やばい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 、ここからが、あの、なんかやばいですね。割と割と、もう深い、その長いんすよ、このグー、まだまだ、あ、まだある、うーが長いんすよ。いきます、いきます、はい、いや、怖くなってきた。いきますよ、はい、お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 、すごい、許してこれは許さない、さすがにまずい、これは、これは、これは、いや、許してうわ、結構摂取しましたもんね、今。いや、これやばい、いや、テングは本当にやばい、テングは本当にまずい、やばいかも。ちょっと引き継いですか。はい、そろそろ僕にしましょうよね。僕全然見せどころないから、座っても歌ってるだけみたいな。イエーイ、ちょっと待って、おい、待って待って待って、瞬殺、瞬殺、しかも天狗、イエーイ、好きだなこれ、怖っ、やばいな、美味しいとこだな、鳥だな、くそ、うわ、今日も酔っ払ってきた。これやばいな、これ多分1位だな、今1位ですね。いや、男、すごい、男だ、すごいすごい、大変じゃこれは、天狗みたいな顔になってきたね、危ない危ない、それ何なんすか、赤くなってきたって、それちょくちょくでしょ、なんかこうなっていってる、天狗っぽい、ジョニー、ジョニー、そうですね、もう、いやもう、もし潰れるならそれで終わりですよ、潰れたらさ、1人潰れたら残り3人で、もうもうやりますよ、多分それはそれは永遠続くゲームですよ、永遠に、その人、その人たちの気が済むまで続きますよ、もう恐ろしい、それはそれは、すごいね、あとちょっと酔い回ってくると思いますよ、私も回ってるんで、いや、なんで出来上がってるんですよ、これ本当に、なんで横で出来上がっちゃってる、いただきます、頑張れ、頑張れ、いけ、頑張れ、かわいそう、うわ、おい、いった、男、男ですな、お主、お主、ふぅ、行くね、本当に、行きましょう、行ったな、行ったな、本当に、やばいやばい、どうやるの、もうね、あれですか、天狗さんか、はい、優しいっすね、優しくない、いいっすね、カメラ捉えてますよ、ちょっと生ぬるいんじゃない、相方だから、来いよ、来いよ、ほら、ほんといらねえんだよ、お前、落ち虫やろ、俺は今、明日のお前のことを考えてしまった、ダメだ、今日は今日、ねえ、ほんと明日やろう、バカやろうぜ、ほんと確定申告なんて忘れろ、忘れろ、イトシ、俺たちは今日が楽しければそれでいいんだ、そうなんだよ、飲め、イトシ、チェックポッチ来てくれてんだぞそうだぞ、飲め、イトシ、チェックポッチなんて来てんだぞ、格安航空が、格安航空が通ったんだ、コーチに、あれ、来やすいぞ、往復1万6000だぞ、安い、うわ、すごい、これ大変だぞ、よっ、男だ、男、はい、うわーすごい、本当にこぼれないもん、もちろん、やっぱり本当にきついかもしれないもうちょっとやります、やりますよ、もちろん、どうっすよね、もちろん、もちろん、いけー、いただきます、ウェイ、うーわいしょー、いやいー、すごい、すごい、ジョニーさん、すごいすごくなってきた。誰ですか。どちら様ですか。本当にあの大丈夫ですか。やばい。大丈夫。じゃあ次はこれ行こう。じゃあ行きます。よし。はい。ベロベロの神様の正直神様よ。あ、これは。これはこれじゃんけんですかね、これちょうど、そうですよね、まあ、じゃんけん、そう、正直ね、まあまあ、おかめですから、男気じゃんけんいきましょう、男気なんていいんだよ、男気じゃんけん、じゃんけんぽい、よっしゃー、あっこは俺じゃねえだろ、勝つのは、やばい、頭回ってない、頭回ってない、みんな頭回ってなくなった、いいな、私も飲みたいな、あら、あら、ちょっと余裕、ちょっと余裕になったから、すごい、余裕きた、でもさ、これって正直、カムさんだよね、まあ、だってこれ台でこういうふうに分けられたらさ、確かにこっち向いた人しだけこっち向いてるからカノンさんだよ、もう次回以降カノンさんってことにしてますか、まあ、おーおお任せる、奪い取った、姉さんかっこいい、もう一つ、じゃあ歌う準備お願いします、はい、もちろん、いきます、次は歌わせてください、はい、いきます、はい、次回、ベロベロ
違う、歌うとこじゃない、歌うとこじゃないです、飲んでる時も歌うじゃない。おーい、よいしょー、全然こぼれなかった、すごい目が座ってるもん、やばい今ガッと見られた目が座ってたもん、やばいそれ結構来てるな。半分いきました。これ午後は飲みました。午後飲んだって結構飲んでますよ、4人だから。じゃあこれサムネ用にちょっと撮ってきます。はい、しっかり目がうつろだからね、しっかり撮ってる。ないだろう。これは終わりかな。あのこのゲームは終わりかな。これはやばい、もうまさに今この状態もかさぶたの話ですよね。いや違う、それは違う、次かさぶたは向けてます、これは。あーそか、もう向けちゃった、苦しい、これこそもう無理かもしれない、もう無理か。ということで今日はこれくらいしていきましょうか。出演者のリンクは画面の下に貼ってますので、はい、貼ってるから大丈夫かな。たぶん貼ってある、編集するときは調べたから、ね、あとこのグッドボタン良ければグッドボタンしてください。グッドボタン良ければグッドボタンしてください。よいしょー、飲みすぎには気をつけてね。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下。